もうなるべく恋に落ちるのはやめようと思って。恋に落ちるか。恋する、うん、そう、私もうすぐ落ちちゃうんですよ。え、どう、ちなみにどういう人に落ちるんですか。俺めっちゃそれ聞きたいな。どういう人、もう優しくされたら、もう私だけっていうのがすごいポイントっすね。あ、なるほどな。うん、もうオンリーワンにされた瞬間。あ、うん、オンリーワン、そう、オンリーワン、あなただけだよ。いや、でも分かる、分かるな、うん。あと、よく頑張ってるねっていう、その頑張りを認められた時に、あ、もうズキュンってきた。そうなってくるとハマっちゃうってことっすね。そうですね、あ、この人はちゃんと見てくれてるんだなって思った時に、はいはいはい、なんか私すごい負けず嫌いで、努力してるところとか見られたくない人なんですよ、うん、なんか当たりの基準値高めでいきたいみたいな、はいはいはい、あ、わかるな、なんかそれは、そうそうそう、それわかる気がする。でもだからなんかね、すごいってあんま言われなかったり、うん、ちのちのならそれぐらいできるよねみたいな基準が、はい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 、周囲の評価も高くて、でその期待を裏切ってなんぼなんですけど、うん、そう、でも他の人が自分より評価されるとちょっとシュンってしちゃうけど、いやそれ気づいてくれる人、うん、そう、あ、頑張ってんじゃんみたいな、なんか気づいてくれる人は気づいてくれるんですけど、でもなんか社会って、なんかそういう感じで頑張ってても、やっぱなんか評価されるように頑張らないと評価してくれないっていうのがちょっときついっすよね。うん、そうなんですよね。モテる男の人とかって、うん、多分褒めるのすげえうまいし、はい、あー、褒め上手、褒め上手だし、聞き上手だし、うんうんうん、イケメンだと思うんですよね。あ、イケメン、それが容姿がですか。あ、そうそうそう、最初、まあでも容姿はそんな関係ないか。うん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 、いやでも確かそれあるな、褒め上手はある、褒め上手、すごい強い、ナイス、あ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 りがとうございます。なんでそんなちょっと。いやでも俺も褒められることがほとんどないんで、基本的に。あ、うんうん、褒められるの苦手っすね。あ、だから確かにその気持ちはわかるかもしれないです。なんか褒められたらなんかワンワンしたくなるみたいな。ワンワン、そう、なんかあの懐いちゃうみたいな。この人褒めてくれる、なんかちゃんと見てくれてるんだ。みたいな、大好き大好き大好き。あ、分かり、分かります、それ。あー、痛い、やめて。あ、だいぶ激怒。あ、でもなんか後ろにも多分敵いますわ、これ。え、でもなんか尻尾振っちゃうよな、結局。振りますよね、なんかちょっと特別になりますよね、自分の中で、その人が。あ、やりやすい。うっぽー、やばい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 、屋上屋上、おしゃれ、あ、やった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 、はい、ズイー、ありがとうございます、ありがとうございます、いや、ナイス、はい、ズイーズイー、ナイス、すげー。ポイントが、褒めてほしいって願ったところを褒めてくれた人に懐くんすよね。はい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 、こうって、そこ買ってたのみたいな。え、どういうところなんだ、女の子って。どこ、なんかでもなんか俺これなんか、うんうん、結構聞くんすけど、はい、男の子はまあ多分結構外面っていうか、なんか外的要因で分かるものを褒められたりすると結構嬉しくて、さっきなんか大まかに褒められると嬉しいらしいんですよね。あ、そうなん、言ったらなんか誰々くんってなんかこういう感じで、なんかまあざっくり言ったらなんか頼りになるよねとか、うんうんうん、あ、頼りになるよねとか、女の子だと逆になんか細かなところを見てくれてる人の方がなんかキュンってくるらしいみたいな。確かに、人とは何か違うところをなんか褒めてくれるみたいな感じになると、うんうんうん、結構なんかなんかモテるって聞いたんですけど、それ一体全体どうなんでしょうかね。まあ僕自身では結構研究したんですけども、ああそれはですね、結構間違いがなくてですね、はい、間違いはないですよ。このままじゃあ頑張って前進すればいいですよ。ありがとうございます。うん、かまいかまい、そのまま突き進んでくれ。いや、行きたいですよね。でね、うん、あるある、あのネイルとかありますね。ああ、そうですね、なんかネイルとか、うん、そういうところをなんか例えばなんかピアス開けたことない子たちとかがピアス開けたとかっていうところ気づいたりするとみたいな。
だからなんか、うん、絶対ある、絶対ある。あれっすね、髪の毛とかも多分あれっすよね。なんか大まかに外のなんか色が変わったねとかもなんかインナーとか変えてる子に対して、 あインナー変わったよねとか。そのあ後ろいました敵。これやっちゃいましょうぜ。で了解です、了解丸。あ、頭入った。オッケーナイス。止まりました。あ、待って助けて。引けないで。あ、止まってたんだ。全然気づかなかった。え、まだシャオシャオが。え、俺の車のあれじゃなくて。あ、本当だ。このシャオが。ルル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 ルちょっと君、それはやらかしちゃったよねって。はな、あぶねえ。おぶねえ。あ、ゴム、え、ちなみになんですけど、ゴムは 0.01 の方がいいんすか。ゴム、いや、ちょ、なんか今、いや別に俺が聞きたいとかってわけじゃなかったんですけど、なんか名前、なんか相手のキルログがなんかゴムなんか。めっちゃ色くない。いや、1枚だけっす、そこ、俺の目の前。あ、2枚です。あ、ほんとっすか。私も見ました。だーだだーだ。あれ ?2 枚なかったか。いや、多分2枚。いや、いる、いますね。もう1枚。ミスった。お、当たってる。当たってる?ハサミ打ちの術。ハサミ打ちだ!ハサミ打ちの術!ナイス!あぶねえ。強すぎー、強すぎないっすね。おっそぼれい、ばばばれい、小籠包。え、ちなみにその小籠包について詳しく聞いてもいいですか。なぜ今このタイミングであなたが小籠包って言ったのかを聞いてもよろしいでしょうか。あの、ここは詰めないでもらって詰めましょう。こういうのはあれですよね、嫌われる男のタイプのポイントっすよね、こういうのは。いやでも M の女の子は喜ぶと思う。M はいや、こんなところ俺突っ込んでくるやつ最悪嫌なんだけどな。俺だったら。そう、ダメですかね。でも女の子はいじられるの結構好きだと思いますよ、はいはい、ある意味構われてるというか。はい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 、そういう意味では、うん、あ、構われ、うん、うん、構われてるっていう認識でいじられる分には喜ぶ子が下半身だと私は思ってます、はいはい、え、そうなんすか。なんかあれっすか、うんうん、なんかあの男の子がよく小学生の時とかになんか好きな女の子にはなんか強く当たっちゃったりするとか、ああいうやつでもすかだ、あれなんすかね、嬉しいんですかね、女の子からしたら。私それあった時に、あ、池田くん私のこと好きじゃねって思ってましたもん。バレてんだあれ、やめときゃ小学生のみんな、あれバレてるらしいぞ。お前らがやってるあれバレてるらしいぞ。やめとこやめとこ。池田くんっていう子がすっごいなんか意地悪をしてくるんですよ私に。はい、待って、足跡あったんだけど。そう、あ、マジっすか。お腹いるんだけど。あ、いる、え、あれあれあれバイクだ。いや、バイクの裏にいると。あ、本当だ。頭一点。大丈夫ですかそこ、俺ちょっと。やられる、はい、やられた。あ、これ乗れます？乗れない。この。あ、でも頭一点入れましたよ。分かったですか？あれ、いける。シノさんを押し出したい。オッケー。押せた。シノさんなら、あ、二人いた。一枚。うー。シノさんこっち来れます？え、待って、別これ取れてるじゃん。どこマヨさんいた。はい。はい。うわ、俺こんなん使ったことないで。使ったことないって。あ、あっ。ええー。もうお尻に入れないで、本当にやめてもらって。急に来たな。本当にあいつだけは、あいつだけは。あいつだけは OK。持ってかれた。そう、待ってくださいよ。あ、待って待って待って。あ、やばいやばいやばい。危ない。右も結構やばいな。危ねえ。右から持たれてる気がする。気のせいか。ですか、離脱できるですかね。耐久が怖いけど。耐久が怖い。ダメダメ。やばい。上？多分上っすね。あ、やばい。でもいや、なんかさらに奥から撃たれてる。3人から撃たれてる。はいや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 。あ、やばや。あれ。あ、なになに、座るか。よよよよよよよ、近い。え、あれ
誰？言ってたのかな。誰？